にちは。親父の家のジジイです。今日は2020チョロQ五輪第4回目、耐久レースの2回目をお送りいたします。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。次回はこういうものを使ってジャンプ競技をやりたいと思います。それではまた。